大きく生活スタイル変えたの。え？な、今もホテルで結構ホテル泊まってるんだけど、はい。はい、あのトランクケースに変えたんだよね。トランクケース。うん。あれでも八木さん、あのでっかいなんかキャリなんか肩にかけるカバンみたいなのずっと移動してる。あれじゃ入りきらへんから、もうトランクケースに変えて。まだ荷物増えたんすか。こうなってんだよ。はい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 。わかる？はい。もっとこのトランクケースで動いてんのよ。はい。荷物大きい、なんか多くなってませんか？荷物多いね。で、俺、革命起こしてんねんけど。ことばっかり。何個革命起こすんですか？ビジネスホテルの決定。はい。はい、空調なんですよ。空調？うん。これな、空調どういうことかっていうと、冬寒いやん。な？はい。でビジネスホテルって結構布団が薄かったりするんだけど、はい、まあ毛布借りたりするんだけど、で、はい、寒いからといってつけたら顔だけ温まるのよ。はいはいはい。暖房で、はい、空気で上だけ乾燥もしますしね。だから俺も必須アイテム、もうカーペットを持って歩くことにしたの。いやそれアラジンじゃないんやから、そんなね、もうおとぎの話でしょ、そんな絨毯なんて持っていくんですか、カーペット。無理でしょ。え、ほんまの話やねんけど、はい、え、ちっちゃカーペット、何これカーペットやん。ホットカーペット、ホットカーペットな、これは何なんですか。これを持ち歩くことによってもう、はい、冬を攻略できたよ。いやそんな、でもこんなちっちゃいフロアじゃん、エリアじゃん、どうにもならないんですか、これ。ほんでこれの欠点は延長やねんけど、はい、もう俺延長コードももう持ち歩いてんねんか。めんどくさ。それをどうしてるんですか普段。これは座布団にすることもできるし、背中に引くこともできるし、足を温めることもできるんだ。はい。ああなるほど。魔法なんですよ、だからもうこれほんまに。あ、万能、意外と万能なんですね。あのね、固定概念で、はい、カーペットは持ち運びできないと思ってたの。確かに僕、まあ確かにね、発想がなかったですね、そんな。なかったよ、俺は延長コードとカーペットを持ち歩くことに成功した。でも、あのサイズのカーペット俺初めて見ました、あのちっちゃい。なんか、その買ったんよ。あれですよね、多分机とかでデスクとかの下に置くようなやつですよね、多分。そうだよね。はい。なるほど。でも完全攻略したね。でもちょっと僕結構思っちゃうんですけど、うん、なんかスマートじゃないなくなりません？ちょっとなんかガチャガチャするし、うんうん、ブサイクに見えません？なんかその椅子のとこに置いてたりとかしたらなんか。そんなの考えないし、考えない、実用性だけ。だってなるほど、はい、もう俺九死に一生得たからね。え、あのカーペットでですか。いやそれとは関係なかったんけど、俺、はい、あの新幹線で座ってて、はい、財布を落としてしまったの。え、でまあ絶対に財布を落としてパニックであろう状況やってんけど、この鈴をつけてたからガチャンって言う、ガチャンって言う。あれだから気づけたってことですか。気づけた。俺は、あ、鈴つけてなかった、俺絶対今日失ってるわ財布って。それね、歩くときめっちゃなんか目立ちません、ずっと鈴リン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 になって。うん、でだからあの
あすぐ分かるよ。相方言うもん。飽きたなって、鈴の音鳴るから。とそのうち、その財布落としただけじゃなくて、ヤギおるなまでバレてまいますよ、それ。財布どころか。財布どころか。いや、俺もなるほど。結構ね、攻略してきたね。だから、でも、もしかしたら、うん、後にその、カーペット、万能なんか電気毛布じゃないですけど、そんなんで発売されるかもしれないですね。八木さんが先駆けというか、その時、うん、ね、カーペットにもよし、そのブランケットにもよし、うん、ステラーカーにも使いますみたいなのが、うんうん、発売されてもおかしくないですね。いや絶対それね、いんのよね。なんで笑ってんの、わざ。いや、わかんないけど、なんかいや、すごい、ヤギさんってほんまに面白いですね。ごめんなさい、なんか言葉にできなくて。いや、だから、いや、固定概念をね、崩していきたいの、俺はもう。ああ。これびっくりでしたね、ちょっと。びっくりやろ。え、そのせいで、カバンがキャリーになってしまってるってことですか？まあ、そうやね。だから、あの延長コードもいるし、もうとりあえずいるもんが山ほど。延長コードとかいろいろそんなしちゃったマイナスじゃないですか。荷物結局増えてませんか、なんか。いや荷物は増えてると思う。よくないですよ。めちゃくちゃ重たい。なんかこう効率を求めて結局非効率になんかなってるような気がしてしゃあない。いやいや、でも革命起こしてるからな。でももう結構俺はもう革命やね、ほんまに。俺はだから芸人ってあの、はい、ほんま移動、あの営業行く芸人ってほんま泊まり多いし、全国移動するやんか、はい、で、はいはいはい、やっぱり芸人っていろんな革命を起こしてきたと思うんですよ。コントであり大喜利であり、まあ、はいはいはい、まあいろんな革命を起こしてきたけど、俺唯一ね、うん、これ芸人になって、うん、みんなに誇れるような革命を起こしたなと思ってるもん。このカーペットですか、今回の。冬に延長コードとカーペットを持ち歩いたのは俺やから、後輩とか絶対マネしてほしい。新幹線の移動とか、移動とか、俺このカーペットを、はい、持ち運ぶことができるっていうことを、俺はもう後輩とかに伝えたい。もし NSC に講師で呼ばれたとしたら、まずはその話をしたいってことですよね。だからもう。で、絶対七味とマヨネーズはもう持ち運びできるんじゃねって。これはちっちゃマヨネーズ。おもろ。マヨネーズのサイズおもろ。でこれな、三種の神器ね。これがヤギさん、ヤギさんの調味料、三種の神器。三種の神器、面白い。これさえあれば何でも。これさえあったらね、あのほんまにマヨネーズにひしみかけたらだいぶまなるからね。いや、それ知ってますよ、みんなそれ。で、袋もビニール袋に入れてるんですね。ビニール袋。え、なんすかそれ。それ出た。あ、これチータ。え、これチータを持ち歩く。え、拍手したかった。え、それチータは中身は。これは核。いや、もうなんでチタに入れてるんですか。ややこしいんで。中身は核やけど、こっちチタの瓶に入れてるから。核やから。核に入れたら、核に入れたらいいですね、それは。いや、核はね、このボトルないのよ。やっぱこっちチタのね。ああ、なるほど。今上がるっすか、やっぱり。あ、まあ、これ、俺、ほんまね、これに関してはもうね、革命を起こしたいで、ホットカーペットと、マヨネーズ持ち込んで、俺はもう、あ、ヤギさんとか。あの俺以降、俺前と俺以降で変えたいね、やっぱ芸人のスタイルも。松本さんみたいな感じですか。そのやっぱりカーペット持ち運んで ね快適な空間作れるように。え、そのちなみにどこで顔張ったんですか、そのカーペットは。ちっちゃい、これはね、アイリス大山やね、ものは。ああ。au ペイマーケットっていう、その au さん のライブコマースってやつあるけど、そこで買って4000円ぐらいだったかな。ああ、なるほど。だからあのはっきり言うとこは、はいはい、
よくね、家何坪ですかとか、はい、50坪ですかとか、100坪ですかとか、あれ何億ですかとか、よう聞くやん、なんか、はい、はい、とか、よう言うやん、50坪とか100坪ですかとか、何平米です、100平米とか、はい、はっきり言うて、100平米のマンションでも、それは70も俺変わらんと思う。どんだけ引っ張ったか、はい。抜くいか抜くないかだけやわ、冬やったら。どういうこと？何、どういうこと？抜くいか抜くないかが一番重要だってことですね。なるほど。まあ、いろんな言うやん、このホテルでなんか外資系のなんか三つ星ホテルとか言うやん。はい。はっきり言って、そんなんはどうでもいいから、抜くいか抜くないかだけ。わかる。だから、結局三つ星ホテル行ってもこれ置いた瞬間にこの空気感になるから、全てはそれを言うなら逆に安いとこでもそれ引いたら三つ星になるのがいいんじゃないですかいやいや違う、安いとこにこれ引いたら そのままや三つ星にはならないですね、別に。ただ三つ星ホテルにこれをこの場面を置いたらもう、はい、あの三つ星ホテルじゃなくなる。いや、それを三つ星で楽しみたいです、俺らは。非日常で楽しみたいの。三つ星のままがいい？あの、家化するから、これ置いた瞬間に。いや、家化じゃないんですよ、三つ星止まって、わざわざ。あら、ホテルってさ、落ち着かへんとか言うなんか、はい、あの、この部分見たらめっちゃ落ち着くで、家しかない。いや、わかりますけど、家にしかない部分、それ。これはもう、めっちゃ落ち着くなことだったら。家にしかない部分や、それ。家にしかないメカやな。これ置いた瞬間に全て自分をがもうここの主であることをね。ええー、その三つ星止まった時ぐらいその貴族な感じ味わいたいですよみんな。これはね、あのね、俺これ画期的に聞いてんけど、これね、これまあボケやんねんけど、ボケっぽく言ったけど、ファーストクラスの人って、うん、あの飛行機でファーストクラスで100万円とかそんなんすやんか。はい、だから、はい、なんかそのファーストクラスに行ってるそのキャビンアテンダントさんが、うん、こうなんか持っていくときに、あ、今ちょっとあの方巣作りですってこと言うらしい。巣作り、要はファーストクラスに泊まられて、あの乗られてるような方は、はい、その空間を自分の心地いい空間にすることらしいね。なるほどね。なるほど、わかる。だからあのほんまのお金持ちっていうのはなんかこう、うんうん、そのファーストクラスの空間をどれだけ自分が心地いい空間にするかっていうことをしはるらしいんで、うんうん、だからその巣作りっていうらしいけど、だからその時間があるらしいんで、へえ、自分らしい席にする。確かに、なんか動きやすい格好するのか、うんうん、楽な格好するのかとか、ここに何か置くとか、うん、自分の好きな空間にしはるらしい、うんうん、なんか確かに夜行バスとか乗り慣れてる人ってそれめっちゃうまいですよね。自分の空間作りやろ。はい、なんかもう乗った瞬間もう決まってるからよりバババババってこうなんかいろいろ用意して、そう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 、ねえ、あ、そういうことです、はいはいはい、そういうことだよ。だから結局はそういうことらしい、うん、どこまで行ってもまあそうですね。なぎさんはどこのホテルどんな営業先行っても、うん、自分の安心するあの環境を作れてるってことですよね。もう環境作れてるね。だからティッシュも自分で持って行ってるし、ホテルにあるでしょ備え付けのやつ。あのね、あのね、これね、これ今日ちょっとね難しい。これまあ持ってきてるティッシュやなんか、はい、で今日は、ね、箱で持って行ってるんや。箱で持って行ってんの。これ こういう箱あんの、ね、これホテル側のやつ、ね、ホテル側のやつ硬いねんな、なんか箱がですか。箱が硬い。箱はええですよ別にこう打った場合いやこう持たないですよ別に。こうなったら痛い。いやいや、これはなんか時に背中で押し潰しても痛くないの、これは。いや、そんな時ないですやん、ティッシュに別に。細かいけど。ティッシュの素材じゃないんですか、ティッシュ自体の。素材は一緒やね、どこでも大体。そのために持って行ってるんですか、自分のティッシュを。そうで、自分のティッシュやね、これマイティッシュ。硬いからってことですか。てかなんかね、あの四角いとこあんねん、正方形のとこあんねん。あー、長くない長方形じゃないやつだ。ないとこあんねん。それは何が嫌なんですか。いや、なんかね、もう
ほら、あのハーフティッシュはね、俺の中ではちょっと上がんのよ。正方形ティッシュは。おじっかない。気難しいおっちゃんやもん、ただのなんか別にその。いやいや。快適に過ごしてるとかじゃなくてもなんかめんどくさいおっちゃんやんただのビジネスをしないとダメですもんね、まあ、ヤギさんは、うん、そう、そうそうそう今日ビジネスホテル大丈夫です、テレビついてないですか今日のところ。いや、ついてる。ビジネスビジネスできない。そう、ビジネスしないとダメだ。ビジネスホテルはライトはなんか暗いとか言ってなかったですか。うん、今日のところはまだ明るいね。まだマシですか。まだ明るいけど、ペンがやっぱりちょっとね、なんかやっぱこういう感じやな。ビジネスしにくいペン。ペンが。ビジネス。ちっちゃいね。ちっちゃいね。足らない、それじゃあ。うん、だからこれはね、ビジネスはしにくいな。ほんまに、ビジネスは、やっぱこれぐらい大きい画用紙持っとかないと。何をするんですか。今時そんなんでビジネスしてる人いないですって。パソコンは持って行ってますよね、もちろんビジネス、ね、タブレット持って行ってるけど。ああ、なるほど、なるほどね。まあ、何よりも八木さんのカバンの中身が一番ビジネスする気なかったけど。もうわけわからんわこの人ほんま。